話聞いてみましょう。千代さん、おはようございます。おはようございます、森田さん。1年ぶりに、はい、3年連続で、はい、同じ場所で、私同じ格好で来ました。はい、というのも、うん、水素エンジンの進化を見守り続けてますということで、はい、今年も新屋さん目線で、ぜひ水素エンジンが、はい、どう進化しているのかとか、はい、世の中がどう変化しているのか、はい、そのあたり伺えればなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まず新屋さんの変化は、あ、今年もメガネがちょっと違うんですね。毎年新作を用意する。まあ、それは、まあ、冗談ですけどね。進化したわけですね。僕も、ね、常に進化していかなきゃいけないので。新屋さんの進化同様に、はい、水素エンジンも今年は結構大きな進化がありますね。そうですね。気体から液体に変わる、ね、そうなんですよ、はい、だから当然ね、このピット裏、我々が去年も一昨年も立っていたこの場所も変化ありますね、はい、そう、だから一番感じるのは、あれ、立ち入り禁止区域がなくなったっていうね。あ、そうなんですよ。あそこは去年までの給水素エリアで、 そこ奥まで行けなかったですね。危険区域でしたからね。だ、それが変化して今や街もうわずかタンクローリー1台、この1台で水素エンジンカローラが3台分24時間レースに参戦できる量って書いてありました。機体の場合だとなかなか給水素すぐにこうピットインしてできなかったのが、液体だとできるから、今後もし仲間が増えてきてもいつでも供給できますよっていう技術も増えている。なるほど、はい、で液体水素ってロケット技術じゃないですか。それを車に使っちゃおうっていうのもすごいですよ ね、 だからね、最先端技術を量産にフィードバックするにはどうしたらいいのか。なかなかやっぱロケットの技術っていうと、はい、もう一般の世界からは程遠くて、はい、そんな量産みたいなところとは結構距離があったものですけど、それってちょっとずつ、いや、ちょっとじゃ、急にギュッとギュッと縮めた感じですよね。この今回のね、気体から液体への変化っていうのは、はい、最初話を聞いた時はどう思いました？マジかよと。去年も一応そんな発表してたじゃないですか、はい、だけどこの1年でまさか走らせる、それも気体の車とほぼ同じタイムで走れちゃうっていうのは本当にすごいことだと。1年目はまず水素エンジンってちゃんと走れるのっていう段階からスタートして、はい、夢の扉を開けたエンジン、うん、はい、内燃機関って味方なんだよねっていう話が去年でした、うん、水素エンジンこれ3年目になってくると、はい、どうなりました？でも世界が変わりましたよね、うん、世界がちゃんと本音を喋れるようになった。お、今までやっぱり電気自動車にどうしてもみんなしたいっていう話がばっかり出てたじゃないですか、はい、だけど心の中では他の選択肢もあるのになっていうのが世界の流れ、まあ、2年前はトヨタしかそれが言えなかったことが今どのメーカーも言ってるじゃないですか。でその結果がなんか G7 であった、 G7 の結果であったりとか、日本の自公会と世界の自公会がこう同じ発信ができるようになったっていうのは、みんながちゃんと本音を言えるようになったっていうのは結構大きいと思います。秋尾会長が言ってる現地現物って本当にみんなを動かすんだなっていうのが分かりますんで、やってみせる、はい、でだから僕らも現地現物でこう見てるからその進化が分かるっていうのがあると思うんですよね、はい、特に今回日本の自動車メーカー5社集まってるんですけど、なんかこの場にいないともう時代遅れみたいな、そういう印象すら受けちゃいますよね。でやっぱり日本の自動車メーカーのすごいところは、もちろんモータースポーツ、もちろん、まあ、あと新車販売も含めてそういうビジネスの面ではライバルなんだけど、やっぱりカーボンニュートラルという目的に対してはみんな仲間だっていう意識がすごい明確に出てますよね。戦うところと一緒に協力し合うところをちゃんと分けれるっていうのはすごいかもしれない。じゃあ最後にですね、うん、この液体水素に変わったチャレンジ、結構ドライバーの方たちに話を聞くと最初よりも大変なチャレンジなんじゃないかっていう声をよく聞きます。新屋さんはこの24時間レースどういうふうにご覧になりますか？やっぱりね、余裕しかないんですよ今年も。なぜならやっぱり2年間チャレンジしてきた実績があった上での積み重ねなので、今までのこう先が見えないとかわからないじゃなくて、見えてる中での挑戦だから多分ゴールは見えてると思います。もちろん何かもうレースなので絶対トラブルは起きると思うんですよ。で当然なんかルーティーンで何か変えなきゃいけないとかっていうことも起こるかもしれないけど、
でもちゃんと未来は見えてる。未来は見えている、24時間耐久レース例によって新谷さんは今すよずっと寝ない寝ない。だって何が起こるかわからない。寝ないで見てる。今年もじゃあよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。